はい、じゃあ続きいきます。まだちょっと本調子じゃないんですが、まあ頑張りたいと思います。ところどころで咳込んでしまったら申し訳ない。これで、あれ？これはまだ行ったことがないパターンじゃないか。どうかな、こいつらほんとめんどくさいですね。先に攻撃できればいいんですけど、どうしたもんかね。ガーライルの装備を変えるか。やっぱマシンガンの方がいいっすよね。オッケー。ちょっとじゃあ装備これでいきましょう。ここまだ来てないっすね。来てない。これはエレベーターか。あーっと、こいつらはもう戦うだけ無駄です。 OK。 おっと、いいのか、行って行っていいのか。侵入者発見、消去します。そんな、ビフロン、あっさりしてますね。プロテス、クリティカル、パワーアップのプロテクト。はい、まず固めます。はい、これで OK ね。クリティカルとパワーアップ OK。 バベルバルカン、やばい、ちょっとガーライル消費してますな。殴って自分にクリティカル、よし、オッケー。このパターンで最後までいければいいんですけどね。このゴリ押し作戦で、あまりにもちょっと芸がないかもしれないけど、さあどうか。いいね、いいね、よっしゃ。言うほどきつくもなかった。スイッチですね、押したけどどうなる。緊急停止スイッチオン、エネルギータンク作動停止します。え、まずい、順番間違った。これで外目のところに行けると思うんだけど、あ、OK、合ってんね。変ね、急に寒くなってきたわ。急いで出た方がいいみたいね。寒くなってきたと。OK、じゃあ、行っていいのか？あー、こいつか。プロテクト。プロテクト、パワーアップ。プロテクトだけで多分、大丈夫だと思うんですけどね。ほとんどこいつ魔法しか使ってこないと思ったから、いいね。うわ、マジか、重いぜ、重い。とりあえず生き返らすといって、ゲイ、よーし、経験値欲しいんでね、ガーライル。マリーナ使うか。よっしゃー、これでいけるはずだから、もう一回ちょっとごめんなさい、回復したいんで、壺のとこ、オッケーオッケー、ここで回復して、ごめんなさい、ちょっと重くなってんな。うわ、せっかく壺水飲んだのにね。これじゃあ意味がない。グラントーナ、クリティカルのパワーアップ、ちょっともう一回水飲みますね、これ終わったら。よーし、ディエス、
あーやっぱガーライル食らっちゃうな。装備変えるべき？どうするべき？オッケー、よし、セーブしますね。ここよし、行くぞ行くぞ行くぞ。これでいけんじゃね？あれ？同じ？同じパターンか？これでまた壺のところに戻って、あれ？こっちじゃなかったっけ？あー、この上か？あー、もういい、こいつもめんどくさい。ダメだー、逃げ切れなかったかい。だったらまあ殴るか。あとはもうリザだけあれですね、 MB 使って、でソドム戦の前にライフリーフとマジックリーフを全部もうリザに使ってしまいます。 OK。だから装備も変えるか。ガーライルは装備を変えて、できれば剣で攻撃したい。剣だったらクリティカルばらまけるんで、銃だとねどうしてもクリティカル入んないんで、クリティカル使ってもね入らないから、ライトソードかラファール、どっちかでいきたいな。陽の属性でいきましょう。風の属性で、あれダメ？雷、防具を風の属性にするとさ、プラマイゼロになるんじゃないのかな？なんないのか？まあいいや。あ、アクアリングつけてるからか。違うよな。アクアリングは水だしな。まあよくわかんない。あ、雷2つつけてるからか？これもしかして。これを外すと、あ、やっぱ、プラマイゼロになるんだ。まあこういう感じで、ちょっといけるかどうかわかんないけどね。ちょっと不安なところがあるんだけど。まあ、いいか。あれ？こっちじゃない。あれ？下行ったらスイッチしかないよね。OK。あれ？こっちは。だよね、あれ？ちょっと待って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 、あーやばい、間違った間違ったーい。うわ、混乱してる。混乱じゃないな、間違ってマリーナが自分に攻撃しちゃったのか、僕の選択で。あれ？こっちだよな。いけなくないっすか？ああ、そっか。なんとなくわかった。なんとなくわかった。多分、またここ出たら、だよね。これ左行ったらさ、だよね。わかったわかったわかった。わかったわかった。うわぁ、逃げれる？オッケー。スイッチだ、スイッチ。スイッチを切らないといけないのかな、多分。またお前か。このスイッチを切って、あ、じゃあオンにして、あっちも多分オンにしないとダメだと思うんだけど、さあ先に行動されちゃうな。リザだけだ先に行動できんの。しかも硬えしなこいつら、カッチカチ。ミヒナテース、よし。
回復しとくか。で、こっちのスイッチも一旦切って、だからスイッチですよね、スイッチでの押し具合で行き先が決まるんじゃないかな。いやごめん、ちょっと分かんないけどね、憶測で物を言ってますけど。よっしゃ、これでいけんじゃね？こいつらはダメ。戦うだけ無駄。これでいけんじゃね？多分。よし。いくぜ。ほれ。行き先変わった。これでいけるでしょう。いよいよ最後か、リザ編。これで。どうなんだ？どうなんだ？おい。よいしょ。じゃあ、と、えい。一応ね、一応、ここで全開にして、道具、マジックリーフを、全部使います。 OK、 ライフリーフも全部ぶっ込みます。めっちゃ強くなった。リーザーも成長しましたね。ドーピングしましたからね。エネルギータンク停止により出力ダウン。ほう、どうだい、今度は吹き飛ばされないぞ。よーし、行くぜソドム、これが最後の戦いだ。割とあっさりしてんな。うわ、すっげえ頭でかっ。そしてめっちゃにらみつけてますよね、これ。怖っ。プロテクト。こいつどうしようか。クリティカル。パワーアップのプロテス。先に行動できれば。あーっと！やばい！うわ、危ねえ。リザだけでも先に行動できてよかったっすね、これ。よっしゃ。まだ、大丈夫かね。クリティカルをこっちにばらまいて、自分にもばらまくか。殴る殴る。よし、オッケー。大丈夫だよね。よし。さあ、あとは殴れ。勝てえな、おい。勝てえな、意外と。まあ、でも、あと、ここまで来たら、ほんと、あと殴るだけ。バフはもう、全開なんで。うわー、効く。うわー、ガーライル、全然攻撃入んねえ。全然入りませんよ。武器の選択、間違ったかな。陽属性じゃ間違ってたね。ダメなんだ。全然入んねえ。こうなると、ちょっと待って。リザー、怖いな。バフが切れるの怖いから、もう一回プロテクト。よし。OK。ガーライルがちょっと間違ったな。プロテス。殴って、クリティカル。よいしょ、オッケー。大丈夫でしょう。えい。あー、バフ切れた。バフが切れちゃったよ。フルレフ。殴って殴ってパワーアップ。まあ途中で水飲んだりねしないといけないかなって気はしてるけど。ペディムヌ、無属性か。
はっ、オッケー。うわ、全然ガーラエル入んねえ。一旦くらいだったらクリティカルばらまいても大丈夫ですよね。もうガーラエル全然ダメだ。来い来いってなんかあのジャッキーチェーンみたいなね構えしてるけど、こいつ全然使えねえ。魔法だとどう？でもこいつ NP 少ないからあんま魔法使いたくねえな。えい、こうなると今度守りのバフの方がそろそろ切れてきそうなんだわな。まだ赤くなんないしね、色が全然まだまだって感じ。多分せめてガーラエルがもう少しね火力出せればいいんだけど、まだ赤くなんない。もう一旦いける？そろそろバフ切れると思うんだよな。どうかね。オッケー、まだ大丈夫だ。まだ赤くならん。守りのバフ入れます。どうしようか。パワーアップ、クリティカル、自分にクリティカル。ガーラエルはあれだわ、 MP の回復役に回そっか。アイテム使って、うわっと食らったか。あれ、プロテクト入れたっけ？入れたっけか、わかんなくなった。入れたよな、プロテス。ホルン、いや、美味しい水でいいな。ここ回復させて、で殴って、こいつも殴りたいんだけど、回復した方良さげだよな。とにかくピピンはとにかくね攻撃させて、これはどうだ？オッケーオッケー、よし。そんでもって、あれ、パワーアップは使ったっけか。もう全然わかんなくなったわかんなくなっちゃったね。パワーアップ、プロテクト、プロテス使って、あー、わかんなくなった。パワーアップ使おう。お前は美味しい水飲んどけ。で、殴って、殴って。はい。やばい、ちょっとまだ本調子じゃないんで、体調が。ちょっとぼーっとしちゃうんでね。この辺、何使ったかわけわかんなくなっちゃうよね。まだ色がね、変わらないんですよ。ちょっと MP を。あ、MP 大丈夫ですね。こっちも大丈夫。こっちも大丈夫。よしよしよし、まだ色が変わらんのか。おっしゃ、変わってきた。あと一旦ちょっと、もう一発ちょっとこのままいって、クイスク、色が変わったから多分攻撃パターンも変わってくると思うんだけど、 OK、 大丈夫大丈夫。押し切れ押し切れ。ここでもう一回守りのバフ入れますか。プロテクト、ちょっと待って、パワーアップ、クリティカル、プロテス、よっしゃ、オッケー。大丈夫でしょ、これだけガチガチだと大丈夫だと思うんだけど、よっしゃ。ここでもう一回クリティカル入れて、魔法はまだ使えるな。美味しい水をこの辺に飲ましてやるか。よし、オッケーオッケーオッケー。キングコスト、何系だ、水系、水系かな。よし、押し切れ押し切れ。 HP はほんと高いっすねこいつ。
回復させるか、常に回復させないとまずいっすね。どんだ、オッケースピーニー。うわー、六芒星フリーメイソン。あれ、攻撃のバフ切れた。もしかして魔法を打ち消す、有効な状態を打ち消す魔法か。だとしたらまずい、まずい。すぐさまちょっとバフをまた入れ直さないと。よし、オッケー。少なくとも守りに関しては、魔法のね、守りに関しては、あーちょっときついか。これでオッケー。多分そうですね、あの六芒星のやつは多分有効な状態を打ち消してるんだと思う。ちょっと待って、一旦は大丈夫だよなとちょっと甘く見て見るけど、どうかな。さあ押し切れ押し切れ、もうちょいだぞ、頑張れ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 。まだか、まだなのか。やばいな、そろそろ守りのバフ、あー、じゃあ守りのバフ入れたばっかか。守りと攻撃のバフ入れたばっかだからまだ大丈夫か。大丈夫だよね、オッケー。さあさあさあ、押し切れ押し切れ。まだかー、しんどいな。ちょっと待って、 MP をホルンの水飲ませます。ここはまあまだ大丈夫か、ここも大丈夫だな。よし、スピーニー、あ、来た、やべ来た。これやっぱそうっすね、完全にバフ切れてる。これプロテクト、もう一回、たっ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 た、マジか。じゃあパワーアップいってプロテス、大丈夫だと思うけどね。重いけどリーザ先に行動できるんで大丈夫だとは思うけど。フルレフ、クリティカル、殴ってクリティカル、はい、でもってまたピピンの MP を回復させないとまずいわけだ。さあ頑張れ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 、もうちょいだぞ、これで終わるぞリザ編、頑張れ頑張れ。えい、まだか、めっちゃ HP 高えなこいつ、ほんと HP バカ。大丈夫だな、 MP も大丈夫。ちょっと不安だけど、まあ一旦なら大丈夫だろうから。よいしょ、うわー、また来た、くそー、また来た。くそー、どうする。まあ地道にやっていくしかないよな。魔法なんか特別効くような魔法とか、あー、でもあんまりそういうのはしたくない。このゴリ押し作戦でこのままいっちゃおう。あ、オッケー、とりあえず魔法に関しては守りは OK。 多分100ぐらい食らっちゃうかな、だよね。物理判定なのか、そうでもないのかな、ちょっとわからんけども、わからんけどもよ。こうしてこうして殴っとくか。さあ早く決めよう、もう
MP のね回復アイテムが枯渇したらちょっとまずいから、うん、MP の回復が枯渇したら本当いよいよもって終わりっていうか、ホルンの水をガーライルはもったいないよな。もうガーライルはちょっとお休み、お休みというか魔法はお休み。ちょっと待って、ガーライルでホルンの水でマリーナ、あ、間違った間違った、やばいやばい、回復やっちゃった。マリーナで攻撃したかったんだよね。まあいいや、よーし、最終段階まで来たぞ。赤まで、第3段階まで来た。あとはどうしようか、全員で殴ってみます。あんま効かないけどね、スピーディー。まあこれいい、まあこれはこれでいいっちゃいいっすけどね。あのダメージなしで一旦消化できるんで、プロテクト、こいつはもうダメだ。この辺使ってみる、緑の袋、白い袋、アムリタ、これまあアムリタもあるけどね、アムリタがなくなったらちょっともう終わりみたいな雰囲気が出てくる。オッケー、さあ頑張れ頑張れ、プロテス、イグトーム、うわ弱っ。フルレフ、もうダメだ、戦う、戦う、クリティカルをピピンに、はい、ビラペミヌ、引かぬ拒まぬ顧みぬ、我が名は聖帝、なんでもないです。クリティカルをねばらまきたいのよな。クリティカルばらまいてホルンをリザに、よっしゃ、キングコスト、もうちょいだぞもうちょいだぞ。かなりごめんなさい、長期戦になって申し訳ないんですけど、もうちょっとで倒しきれるんで最後まで見守っていただければなと思っております。リザの物語、これで、うわーまたかい、ちくしょう、なかなか最後まで押し込めんな。この辺はこの辺はちょっとねあれですよ、あーやばい、この辺はちょっとね、ちょっと待って、もうじゃあちょっと回復アイテムの節約できますね。まず守りから固めます。はい、大丈夫でしょう。あーやば、結構食らっちゃうね。プロテス一旦は耐えられると思うから、パワーアップ、殴って殴ってクリティカルをピピンに。さあもう少しだから頑張ってくれー、いよっと、いったかいったか、よーしよーし、あーしんどかった、よし、はい、私たちの星は無事だったのね。ああ、あんなに青いじゃねえか。あたいたちの星に帰りましょう。帰ろう、俺たちの美しい星に。おっと、その前にメイファに会いに行かなきゃな。ええ。メイファ。行こうぜ、リザちゃん。さて。素晴らしい戦闘能力だわ。人間族だけでなく、古い種族にも高い能力が備わっていたのね。
これでミトラを倒すことができるかもしれない。ミトラを倒せばあなたたちの星の種族の皇帝を止めることができ、まだ続くのかこれ。ミトラって一体何なの、教えてメイファー。ミトラとは月、そしてあなたたち星の創造主なのです。そのミトラやソドム、そしてメイファー、お前たちにはどんな関係があるんだ。あなたたちの古い、あなたたちの星の古い種族を消去する装置、ソドムを作ったのはミトラです。じゃあ、あたいたちがソドムを破壊してもミトラを倒さない限り、またソドムを作ってしまうんじゃないの。そういうことかい。お前はミトラの手下なのか。いいえ、ミトラ、サイゾー、ハウゼン、そして私は太古に強大な敵と戦った仲間でした。なるほど、四勇者。仲間だったんだろ、なんでミトラの馬鹿げた行動を止めなかったんだよ。彼はこの聖域では最強の生物なのです。そしてミトラを倒すにはジェイドの力が必要なのです。ジェイドを持つ者しかミトラに会うことができないのです。ほう、じゃあ俺たちには無理じゃねえか。リーダーちゃん一人をミトラと戦わすわけにはいかねえよ。どうすりゃいいんだ。なるほど、これで集結するわけか。待つのです。私は待ちます。リザ以外のジェイドを持つ戦士たちがそれぞれの役目を果たしているのなら間もなくここにやってくるでしょう。そういうことね。これで4人揃って倒しに行くのか。4つのジェイドの力が合わさればミトラを倒すことができるかもしれません。シオン、デューン、サーレント、あの人たちが来たね。熱いねこの展開。彼らの乗り物はこの基地の左側に到着するはずです。もしあなたたちの星に帰りたいのなら、この像の足元の右の扉に入りなさい。ミトラを倒さなくてもそれも運命です。はい。来たかな？まあ、まだか。ダナンの予言書第4章。すべての生命が滅亡の死者を迎えるとき、偉大な勇者もまた現れり、滅亡のなんだろうな。ちょっと早い。自然の主に救い恵みを与えるもの、救世主とは全てを超えた次元で星の生命を救うものなり、そのもの体に光る印を宿す、選ばれし者の一人としてこの世に生を受ける。はい。というわけで、オッケー、終わった終わった。リザの章終了。ジェイドを持った奴らはどうやって月まで来るんだ。あの像の足元の右の扉から俺たちの星に帰れるってメイファが言ってたよね。じゃあジェイドを持った人たちは左の扉の向こうに着くんじゃないかしら。え、そう言ってましたよな。向こうで待ってみようよ。そうね、行ってみましょう。こっち？鍵がかかっている。入れない、入れないぜ。扉が開いたわ。入ってみようよ。オイルたちの星に帰るにはこの脱出カプセルだけが頼りだからね。そうだな、ミトラを倒しちまえばこんなところには用がねえんだ。先に確かめておいた方がいいかもな。入ってみましょう。おう、リザ姉ちゃんも行こうよ。え？ええ。さあここでお別れだな。これヒピンがはしゃぐのも無理はねえよ。ミトラを倒せばもう汚染も争いも二度と起こらねえ。俺たちの星に帰れるんだからな。ミトラさえ倒すことができたら。さあリザちゃんも行こうぜ。元気を出すよ。もう一息だ。うん、ありがとうガーライル。俺たちは種族が違っても心と心が結ばれてるんだ。水くせ言葉は一個なしだぜ。何気に熱い男だなこいつも。心と心がつながっていれば大切な仲間をもうこれ以上私の運命に巻き込むことはできない。リザ、あなたの仲間たちはミトラには会えません。ジェイドを持たぬ者がミトラを前にすればその目は光を失い体は焼き尽くされ魂を二度と宿ることはないでしょう。マジか。もう一度スイッチを入れ直せばあなたの仲間は無事に帰ることができます。たとえ離れていても私たちの星を思う心はみんな同じ。やばい、マジか。うわー、きっと帰ってみせる。また会える日がきっと来る。いったー、だが、リザよ、ジェイドを持つ戦士たちはダナーンの箱舟で間もなくこの地に来ます。彼らが来たらウルズの門に行くように伝えるのです。ウルズの門来たか。このまま行くのか、もしかして。
リザの章終わったけど、このまま行くのか。なあデューン、あと行ってないところなんて地の底ぐらいだぜ。分かってるよ。だけど入り口が分かんねえんだ。しょうがねえだろう。本当にルドラ10種の人法が揃えば俺たちの夢が叶うのかよ。分かんねえ。でも全て揃うことでルドラを生み出す力があるとしたら、そいつは俺たちの夢を叶えてくれるはずだ。いや、ルドラ10種の人法はルドラ自身を無敵にする道具に過ぎん。ブラズニル、なぜお前がそんなこと。誰だそれ。ああ箱舟に宿ってんのか、ダナンの魂が。ブラズニルではない。我が名はミトラ。お、ミトラ。お前たちの探す宝は我が手中にある。欲しくは月まで取りに来るがいい。月、月ってあの空に浮かぶ月のことか。そんなとこどうやって行くんだよ。開口へ行くがいい。そこにジェイドを持つ選ばれし者がいる。ジェイドのパワーを使えば箱舟で月へ来られるだろう。あいつらのことか。待っているぞデューン。おい待て。なあデューン、どうするんだよ。行ってみるか。なんだ、さっきの声を信じてるのか。いや、さっきの声の主が宝の持ち主なら確かめなきゃならねえだろう。そりゃそうだよな。悪いやつだったらおちおち眠れねえよな。よし、そうと決まったら行くぜ。割とアグレッシブ、割とっていうかかなりアグレッシブな人たちだよな、このデューンもさ。まあいいや、はよ来い、はよ合流しようぜ。あ、まあこっからデューンのショーってことか。なあきっとここで待っててくれねえか。一人で大丈夫かよ。ああ、あいつらの仲間にこの箱舟の持ち主のじいさんがいただろう。開港に行ってる間に箱舟を取り戻しに来たらやばいじゃねえか。わかった。どうしたんだデューン。オッケー、こっからデューンのショーが始まるのか。レベル50だって、強っ。魔法はこれリザの章をそのまま受け継いでるのか。それっぽいよな。装備、ウィンドボウ、ボウガン、ああ強いじゃないですか。攻撃力169。持ち物は引き継いでるな、これリザの章そのまま。じゃあ、ライフリーフ、デューンに振り分けてもよかったかなーって気もするけど、まあ、いいか。まあ、いいか。よっしゃ、じゃあ、ちょっとセーブしてさ、やめたいよな。一旦動画切りたい。あ、音楽変わった。よっしゃ、まあじゃあこっからデューンのショーってことね。うわー、セーブポイントないのか、どっかに。この箱舟の中でさ、セーブできないかな。できそうにねえな。回復だけか。特になんもなさそうだから。まあいいや、じゃあ一旦ここで動画切ります。ちょっとセーブできないけど、半端なところだけどね。とりあえず動画は切ります。よっしゃ、じゃあ動画切って、次はこのなんだっけ、開口、ここ開口ビフレスト、こっから始めていきたいと思います。はい、ついにデューンのショーですね。もうこのゲームも残りわずかといったところでしょうか。すごく楽しみです。ジェイドを持ったね、4人がパーティーを組むわけですから、すごく楽しみですね。はい。というわけで、今回ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。